曜 AM 1時のレディオバー、皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時にだけ開く不思議なレディオバーでございます。本日は2024年3月17日日曜日の日付変わった月曜日 AM 1時ということで、今夜もオープンしたいと思います。支配人の不思議レモンです。さあ今週なんですけども、先週予告ではシティポップのランキングのね、まあ10位以上というかね、まあ番外編をご紹介するというふうに言っていたんですけど、ちょっと面白いランキングを見つけましてですね、歌謡ポップスチャンネルが行いました80年代アイドル総選挙ザ・ベスト100という、こちらの、ランキングがございまして、こちらの中から本日はベスト10をご紹介しながら、ああやこうや言っていきたいと思います。まあ私不思議で、まあ、常日頃よく言ってるんですけど、70年代の邦楽がすごく好きなんですけども、まあ80年代もすごく好きで、まあそれは先週のシティポップもそうなんですけども、まあいわゆるアイドル歌謡と言われるものでございましてですね、やっぱりねすごくいいんですよ。個性がもうすごい、まあ上手くはないんですけども、ただすごい突き刺さるというか、もうあこの人が歌ってるってすぐ分かるじゃないですか。やっぱりでもそっちの方が僕はね大事なんじゃないかなと思うんですよね。ミュージシャンとかアーティストっていうのは上手いとか上手くないとかいうよりも、あこの人だっていうのがまあ大事なんじゃないかななんて思ったりするんですけども、今日はこちらのランキングご紹介したいと思います。一体どの方が、ね、何年入ってるか予想してみてください。そしてサンデーナイトレモメンドはこちらのベスト10に入っている、アイドルの方の3曲セレクトしております。今日も深夜にありますけども、お付き合いください。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議チャイの提供でお送りいたします。日曜 M1 時のリリオバー、今週のテーマは80年代アイドル総選挙ベスト10ということでお送りしていきたいと思います。それではこちらの歌謡ポップスチャンネルのベスト100からベスト10ご紹介したいと思います。その、アイドルの方とそして代表曲ですね、ご紹介したいと思います。第10位岡田由紀子さんということで、代表曲はファーストデイト、作詞作曲竹内まりやさんということでね、1984年の発売となっておりますけども、本当に可愛い方でこの岡田由紀子さん、ただ残念なことに結構若くで亡くなられたということなんですよね。いわゆる秋元さんがプロデュースするような、まあ乃木坂とか AKB とかに本当にいそうで、すごくこう人気の出そうな顔されているんですよね。このファーストデートという曲もさすが竹内まりやさんですよ。めちゃくちゃいい曲で聴いたら、いやめっちゃいい曲だなと思って、もうなんとも言えないこうね切なさというか、こうやっぱり10代に突き刺さるような、本当に女性アイドルという感じがいたします。9位です。9位は薬師丸ひろ子さんということで、代表曲はセーラー服と機関銃でございますけどね、もうこちらのナンバー名曲、もう僕もめちゃくちゃ好きなナンバーなんですけども、作詞は木杉悦子さん、作曲は木杉高尾大先生ということで1981年発売ということで、まあもう薬師丸ひろ子さんのファンには申し訳ないんですけど、この曲はやっぱりね木杉高尾さんの曲なんだと僕は思っているんですけども、ただ薬師丸さんの声はもうね唯一無二すぎますよね。もう本当にすごい、今回ちょっといろいろ薬師丸さんの曲を聴いてみたんですけども、ダブルの悲劇っていう曲をね聴いたんですよ。さっきめっちゃいい曲で、ちょっと2分ぐらいもうね固まってしまったんですよ。もうあまりの曲の良さに。誰の曲って調べたらクレタカルホって書いてるから、あクレタカルホユーミンだと思って、ユーミンの別名ですよね。天才すぎるなユーミンって改めてちょっと思ったんですけど、作詞松本隆大先生ね、もう絶対生まれ変わる前は女性だったんじゃないかなんでこんな詩が書けるんだっていう、探偵物語という曲もね、まあ薬師丸さん有名じゃないですか。であれも誰がさっき今調べた作曲大竹栄一さんなんですね。ぽくないなと思って、もうちょっと大竹さんの曲ってまあすぐ分かるじゃないですか、あっぽいなってすぐ分かると思うんですけども、大竹さんなんだと思って、でもとにかくこのさっきのダブルの悲劇、ウーマンダブルの悲劇っていう曲を聴いてたんですけども、めちゃくちゃ曲に合ってるんですよ薬師丸さんの曲に。だからユーミンもすごいけど、その前言ったら薬師丸さんの声にぴったりと合わ、これユーミンセルフカバーしてませんよね多分。だ完全にこうもう薬師丸さんのあれをこう想像して作ったから自分で歌ってないのかわからないんですけども、もうめちゃフィットしてる、
うん、超名曲だと思うんですけどもね。8位、菊池桃子さんということで、代表曲は雪に書いたラブレター。すごいタイトルですけど、作詞秋元康さんなんですね。作曲は林哲司さんということで、1984年ということなんですけどもね。こちらの曲もさっき聴いていたんですけど、まあ、初見なんですけど、うわパクリてーと思って、こういうメロディーライン好きだなと思って、しかし菊池桃子さんもう唯一無二の、やっぱすごいですね、この80年代アイドルのこの声の唯一無二感。あー、やっぱりこう、もう他にないという感じだから、やっぱり僕は普段からよく言ってるんですけど、ボイストレーニングっていらないって思うんですよ。もうその本人の地声をその貫き通した方が上手いとか下手とかじゃなくて、そっちの方が絶対突き刺さるからと思うんですけどね。ただね、ミュージシャンとかアーティストはね、下手って言われるのがすごく傷ついてしまうんだからね、もうすぐこうボイトレとかね行ってしまうんですけどもね。何の話なんでしょうか。 CM の後は7位以降ご紹介したいと思います。シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。シギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜夜道場のレディオバー、今週のテーマは80年代アイドル総選挙ベスト10ということでお送りしております。それでは次は7位です。斉藤由貴さんでございます。代表曲は卒業ということでね、作詞は松本隆さん、作曲は堤恭平さん、1985年発売ということなんですけども、松本隆さんすごいですよね。もう頭の細胞どういう構造になってるのか見てみたいっていう。いや、この曲本当にいい曲ですよね。卒業ってね、めちゃくちゃいい曲で、もうちょっとなんかこう受け継がれて、まあ受け継がれてると思いますけども、もう本当になんか超ビッグな名曲の一つという感じもするんですけどね。もうちょっと皆さんにね知られてもいい曲かもしれませんけどね。6位、南野陽子さんということで、悲しみモニュメント、代表曲ですけども、作詞は木杉悦子さん、作曲は、鈴木喜三郎さん、1986年。いいっすね、この曲もパクりたいですパクるんじゃないよって感じいや本当にいい曲、まあ、80年代 80s のサウンドいいですよね。南野陽子さん可愛いですね。あの和を感じる、本当に美しさというか、やっぱ黒髪が似合うというか、やっぱりこういう風な方が世界の方々にこうなんていうのかな、打っていけるんじゃないかなっていう感じがしますけどね。なんかその言ったら、そのまあ言ったらね、海外的な女性の言ったらこう女性像に なっていくんじゃなくて、日本人はこういう感じの売り方をしていった方が、まあアイドルとか女優さんとかミュージシャンとか皆さん、まあ、売れるんじゃないかななんて思ったりしましたけどね。5位、河合直子さんということで、代表曲はスマイルフォーミー、龍に立つ龍真知子さんっていうんですかね、魔界の浩二さんでございます。1981年。今宵二人スマイルフォーミーみたいな感じでパクリたパクるの寄せって感じなんですけど、いやこの曲も本当にいい曲で、もうメロディーラインのその良さというかね、やっぱり80年代
曲は本当にいいなという感じもいたしますけども、青春派アイドルという感じの河合直子さんというね感じもいたします。第4位、中山美穂さんということで、代表曲はついてるね乗ってるね、作詞は松本隆さん、すごいですね、すごいタイトルつけますよね、ついてるね乗ってるね、作曲は堤恭平さんということでね、1986年発売という形になっておりますけども、中山美穂さんも南野陽子さんと同じくやっぱ黒髪が似合う、すごく日本人らしい、ね、女性という感じもいたしますけども、ただちょっと年上のお姉さんという雰囲気がしていて、こう目のシャープさというか、ね、ちょっとこう横目で見るみたいな感じで、もう5秒で、ね、恋に落ちる感じしそうな、本当にね可愛らしい、本当にね感じの雰囲気でございますけども、ベスト3に行く前に、11位から、30位まで、ね、気になる方をご紹介したいなと思っておりますけども、13位に森高千里さん。森高さんは本当にエロいですよね、なんか見てはいけないみたいなこうなんかちょっとちょっと見たらこうね、ダメなものをこうこっそり見るような感じの雰囲気。あ、そう、15位原田知世さん、めちゃくちゃ可愛い。グラビアの写真があって、二代目快感ギャルは57,000分の2、なんちゅうタイトルだなんちゅうあのセリフだって感じなんですけども、まあ、57,000分の2、2人選ばれたということなんでしょうね、なんかのオーディションかなんかで。この、まあ、グラビアの顔めちゃくちゃ可愛いですし、で曲で天国に一番近い島っていう曲がもうめちゃくちゃいい歌で、一時一日7回ぐらい聴いて大して聴いてないじゃないいや、もっと聴いてますけどね、もう超ヘビーローテーションで聴いておりましたけどもね。28位が宮沢りえさんということで、ね、小室哲哉さん作曲で1989年ということで、まあ可愛らしい、なんかハーフみたいな感じのね、本当に80年代アイドル最高でございますけども、それではベスト3でございます。第3位は小泉京子さんということで、なんてったってアイドル、作詞秋元康さん、作曲堤恭平さん、1985年ということなんですけども、やっぱり松本隆さんからすればこの秋元康さんというのは脅威だったんでしょうね、絶対にね、頭角を現してきてる、まだめちゃくちゃ若い時ですよね、秋元さんはね、ということなんですけどもね。小泉京子さん本当に可愛らしい、ちょっとだからこの中でも異質な感じがしますよね、髪も短いしボーイッシュな感じのね雰囲気もいたしますけども、さあ1位と2位なんですけども、もうあの2人しかいないと思うんですけども、どっちが1位でどっちが2位かという話だと思うんですけども、さあどちらでしょうか2位、松田聖子さん、代表曲赤いスイートピー、作詞松本隆、作曲呉田軽穂、ユーミンですね、1982年。そして1位は中森明菜さん、代表曲飾りじゃないのよ涙は、作詞作曲井上陽水さん、1984年となっております。まあもうこの2人ですよね、80年代というのは。僕はどちらかといったら松田聖子さん派なんですけども、まあ本当にもうこうもう100回やったらね、この総選挙入れ替わる可能性ありますよね、どっちかに行ったりどっちかに2位になったりすると思うんですけども、まあ間違いなくこの2人で、またね、こういいですね、バランスがね、正統派のアイドルとちょっとこうダークなアイドルとか言って怒られますけど、ちょっとこう色合いも違うところで、まあユーミンと中島ね、みゆきさんみたいなところもありますけども、まあこういう2人の本当に素晴らしいね、まあ一生出てこないでしょうね、もうこういうもう松田聖子さん、中森明菜さんみたいな方はもう出てこないと思いますね。面白いランキングでございました。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモメンドのコーナーでございます。今日は薬師丸ひろ子さんということでお送りしたいと思いますけども、1曲目、ダブルの悲劇ということでね、ウーマンダブルの悲劇というナンバーなんですけども、本当にもう鳥肌立った名曲、いや すごい初見でしたけども、めちゃくちゃいい曲。2曲目、セーラー服と機関銃ということでね、この曲に関してはやっぱり木杉さんの方が好きですけども、いい曲ですね。3曲目、探偵物語ということでね、小田圭一さんの作曲ということで、これも本当にいい曲ですよね。こちらの3曲、CDも公式の方で視聴できます。皆さんにとって良い1週間であることを願いつつ、私とはこの辺でおやすみなさい。